こんばんは、ヨネです。今日はじゃん、ショットガンマイク、ショットガンだよね、ニーウェア、この読めない問題。まあこういうマイクが欲しくて買ったんだけど、これショットガンじゃないのかな。ショットガンじゃなかったらちょっと思ってたのと違うんだけど、コンデンサーマイクロフォンって書いてあるからショットガンじゃないのかな。まあこういうのを買ってみました。っていうのも、あの今胸にピンマイクつけてるけど、これはあの内蔵マイク悪くないけど、ちょっとマイクをつけたらどういう風に撮れるのかなっていう感じで試しに買ってみた1000円のピンマイク。これもまあノイズリダクションはしてるけど、そんなに悪くないと思ってたんだけど、最近なんかノイズが、撮れないノイズが入ってるなと思って、今なんかパソコンのファンの音なのか、なんかコンデンサーの音なのかわかんないけど、なんかこっちから音が聞こえてる気がするから、まあマイクのせいじゃなかったような気もするけど、とりあえずは買ってみた。これ3000円ぐらい。で、中身はこれは何？性能表みたいなやつ？と、これがサンクスカード的な、買ってくれてありがとうみたいな。一応頑張るから意見があったらメールしてねと。で、製品登録したら1年保証。これが完全に何が書いてあるかわかんない。スペック表的なっぽいね。特に使い方みたいな、取り扱いの説明書みたいなのはないっぽいかな。これマイク本体。で、これがケーブル。で、これスポンジの。スポンジモフモフと、こっちがネジのマイクスタンドと、こっちが三脚ネジので、多分これ四角くなってるからホットシューとかに差し込める方のマイクスタンドで、おしまい。結構箱がなんかちょっと洒落てる感じ。これマイク本体。ああ、コンデンサーマイクって書いてあるから、いわゆる普通のマイクだね。いや、ショットガンって書いてあったから買ったんだけど、まあいいか。これ 1.5V 電池。これは知ってた。なぜかというと、これケーブルが交換式になってるってことは、これ選んだ理由の一つが、ケーブルが2種類入ってて、こっちがピンジャックで、こっちがマイクに挿す方。これをこうね、交換式っていうことは、こっち、あれ？太いピンだ。そっか。どっちもピンジャックじゃんね。これ変換じゃダメだったのかね。まあ、てっきりこの XLR のあのオーディオインターフェースに挿すやつ
がついてると思ったんだけどな。まあいっか。とこれピンジャックだと電源供給できないから、こうさっきのこの 1.5V、これは電池入れなきゃダメなやつでしょ。こうなるとこの前ドリキンさんが紹介してたあの USB 端子付きの充電池欲しくなっちゃうよね。参ったな。あの XLR 接続ができれば電源供給ができたんですよね、電池入れなくても。そっか、電池持ってこなきゃな。これこっちね、これ四角い、こういう感じで、こういう感じ、こういう感じ。そう、それとさっきの届いた時にこの箱の感じかなと思ったんだけど、いつもの破れないビニール袋に入ってる形がいびつでと思ったら、これついてきた。これ何？おまけ？これは風が強い時に使うといいやつ。だけどこれスカスカだけど、これどうやって使うんだろうね。しかも短いような気もする。どういう使い方？これ用じゃない気がするけどね。なんか結構広いよ。これ合わせて使わないよね。まあいいか。まあ室内で使う分にはこれいらないからね。これをじゃしまっといて、でこれの電池を持ってきて、今カメラにつないでる1000円ピンマイクと、これカメラに、この今使ってる1000円のピンマイクと交換してみます。はい。実は、テイク2。今、マイク交換しましたけど、マイクのスイッチが入ってなかった。だから、データを転送する前に気づいたんで、まあ、スイッチオフの状態で、まあ、スイッチオフだと多分取れてないと思うんで、だから取り直そうと思ったんですけど、何喋ったかな。1000円ピンマイクの話かな。あれで、まあ、RX7 でノイズリダクションして悪くないと思ってたんだけど、もうちょっと元の音が良ければ変わるのかなっていうことで、まあ3000円だし、試してみようかなっていう感じで。あとは、ここでね、いろいろ開封したり、この間みたいにガチャガチャ物いじったりするときに、胸にピンマイクでやってると、ピンマイクからこの卓上の距離の方が、ピンマイクから口の距離よりも近いと、こっちのガチャガチャしてる音の方が入っちゃって、うるさいんじゃないかなと思って、まあ自分の動画を見直してうるさいなと思ったんで、なるべく編集でそういうところはカットしてるんですけど、喋りながら作業しちゃうと、もうカットできない部分も多少あるんで、まあそういうのを避けるためにも、マイクは離れた位置に置いて、まあ離れるっつっても限度があるけど、でもまあショットガンマイクだったら、口元にマイクを向ければ、口元から出てる音を主に撮るっていう指向性のはずだから、ショットガンマイクを期待して買ったんだけど、でもどうなんだろうな。ショットガンマイクだったら嬉しいけどっていう感じで、そのための、この、今、試し撮り。反響音問題はまあ、置いとくとして、
それはまあいろいろね、あるんですよね。音を吸収するような、あのボードみたいなやつとか、そういうのはまああるのは分かってるんですけど、なるべくコストはかけたくないじゃないですか。自分が聞いていられるギリギリ最低限のラインをクリアしていればまあいいかなということで、まあこういう今喋ってるのはマイクのテストを兼ねて喋ってるんで、さっきの見たことあるなと思ったら、ここにこういう箱があって、これ以前にあのアクションカム用の、これは別ね、こういう GoPro マウント的なやつの詰め合わせみたいな、あのクリップ式の、あれも確かこの中に入ってたから、なんかそれでこのメーカーに見覚えがあったのか。でも検索でショットガンマイクって検索したら、これともう一個はゼンハイザーだったかな、3万8000円ぐらいの、まあそっちの存在も知ってるし、そのマイクがいいのも知ってるし、だけど3万8000円のマイクっていうのは、まあ高い安いで言ったら高いじゃないですか。ゼンハイザーほどじゃないにしても、その1000円のピンマイクよりも3000円のショットガンマイクがいいんであれば、まあ僕的にはそれで一旦いいかなということで、まあ今回このマイクを導入してみたと。まあそういう感じですかね。じゃああんまりそんなに面白い話はないので、ここら辺で今回の動画はおしまいで、マイクの音声がどういう風に撮れてるか、今から編集しながら、チェックしながらやっていこうと思います。